で憲法発布の時にヴィゴが書いたギ画が <laughs> これなんだよね。でここ、まあ、あのコンストラクション・フォーエバーって、ね、英語で書いてあるんだけどそれで1889年2月11日ってこれあの憲法発布の日ですよ大日本憲法発布の日。でここにあのなんかね安全弁っていう意味らしいんだよ。憲法っていうのはこういうみんなの不平不満をのガス抜きするための だけどこういうもってこのやはり出版取り締まりとかね要するに言論の自由っていうのはねこの憲法でどれだけ守ってもらえるんだろうっていうことを言ってるの。でビはこの大日本帝国憲法はもうその,あの条約改正とかねこういう自由民権運動の突き上げでとりあえずガス抜きのために作ったけど実質的にそんな民主憲法じゃないぞみたいなことを まあ言ってるんだよね、うん、だけどまあ憲法が制定されましたと。でその翌年には、まあ、広く晩期行動に行すべしだからさ、えー、議会を開かなえゃいけんっていうんで、えー、1890年に第1回衆議院議員の総選挙が行われるわけですよ。これね、もうその時も,もうこの人たちが大暴れするわけですよ。<laughs> だからこれこれ何してる絵だか分かる これ周りでそうしたちがこう暴れて、はい、まあここで、ね、護衛してるんだよ。<ー>何を守ってる。なんか箱。うん。投票箱。そう。投票、投票箱。あの奪われたりとか。ずるされたりとかがあったから。そうしたちが守ってるんだよ、これ。まあ、そんな、あの。 そんなぐらいの感じなんだよ、そ当時の日本って。うん